もうすぐ開幕するツール・ド・フランスの話題です。イネオスに提供しているピナレロドグマというバイクを使用しているわけなんですけれども、どうやらそれに合わせて新型のデュラエースもようやく発表になるんじゃないかなと。こんにちは、松永です。サイクルパラダイスニュースのお時間です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。このコーナーではですね、自転車に関わる出来事などを情報発信して、皆様からコメントなどご意見いただけたらなと思っているコーナーでございます。はい、本日はですね、もうすぐ開幕するツール・ド・フランスの話題です。はい、もう本当に6月の後半ですね、ツール・ド・フランスが開幕を迎えます。今年は東京オリンピックの影響もありまして、例年よりも早い開催となっております。中でも注目したいのはですね、イネオスにバイクを提供しているピナレロですね、ドグマというバイクを使用しているわけなんですけれども、ツール・ド・フランスに合わせて新型が出るのではないかと、噂されています。ドグマシリーズといいますと、2010年モデルからその歴史をスタートさせておりますね。なんともう10年以上も前なんですね。数々のモデルチェンジを繰り返しながら、2015年頃からですね、ドグマ F8 というモデルになりまして、そこからドグマ F10 で現行モデルのドグマ12と続いてきておりますね。はい、8、10、12と来ていることから、次の新モデルはドグマ F14 になるのではないかという推測がされています。でですね、注目していきたいポイントが、今までのドグマ F8 からですね、ディスクブレーキモデルっていうのは出てたんですけども、実際にトップ選手が使っているモデルはリムブレーキのモデルでしたね。はい、昨今のこういう流れからディスク化は避けられないんだと思うんですけども、リムブレーキが存続するのか、またするとすれば選手はどちらを使用するのか、こういったところもですね、注目していきたいところかなと思います。はい、でどうやらそれに合わせて新型のデュラエースもようやく発表になるんじゃないかなと情報も届いておりますので、こちらも同じく気になるところであります。発表といってもですね、選手が使用していたとしてもツール・ド・フランスを終えて、おそらく正式に発表というふうな流れになるんじゃないかなと思われます。それから選手についてですけれども、今シーズンからですね、イスラエルスタートアップネーションというチームに移籍したクリス・フルーム選手ですね。こちら元イネオスの選手なんですけれども、2年ぶりにツール・ド・フランスに帰ってくると。メディアの、情報によりますと、今年はエースではなくアシストに回ってチームのために貢献するというふうな記事がありましたけれども、その辺りもぜひ注目したいポイントですね。あとは荒城選手、東京オリンピックの選考メンバーですので、今回はツールのメンバーからは外れています。あとはここへ来て調子を上げているペテル・サガン選手だとか、オリンピックを辞退したアラ・フィリップ選手にも注目ですね。開幕は6月26日、待ち遠しいです。はい、以上ニュースのお時間でした。